ハロー YouTube ニーハオヨーコワンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、またまた電車で移動中のバイリンガルの僕が皆様にね、中間ニュースをお届けしようと思います。はい、今日の中国語なんですけども、ジュエンイエンということで、このね、ジュエンイエンっていうのはですね、まあ、タバコを巻くみたいな、タバコをね、製作するみたいなね、生産するみたいな、そういった意味ですね。ジュエンイエンって言いますね。今日のね、中間ニュースなんですけども、河南省かな、河南かなんかの、このね、ジュエンイエンの場所がですね、高学歴を採用するようになったと。30% がですね、大学院を卒業したような、しかもね、中国人民大学とか武漢大学とかね、そこら辺のね、超高学歴なところのを卒業したような人で、かつね、なんていうの、マスターをね、取ってる人がね、たくさんいると、30% がね、マスターだと。で、このジュエンイエンのね、会社はですね、どんな学歴を持っていても、いい大学を出ていても、とりあえず3年間はね、なんていうか、だからその一般的なこの生産ラインで、その生産の作業を3年間は必ずやらなくちゃいけないと。それをね、やらなくて、昇給とかね、昇進とか、そういうのはないと、そういうふうにね、なっているそうですね。それでね、このジュエンイエンって別に学歴と全然関係ないじゃないかと、そういうふうに言われているんですけども、結局のところですね、学歴に意味なくなってきたのと、このね、タバコの、ね、会社はね、だから本科生卒業以上って、そういうふうに、ね、決めて取っているんですけども、それでね、学歴関係ないじゃないかと、このジュエンイエンと、タバコの、ね、生産と、ね、学歴関係ないじゃないってなってるんですけども、要はね、なんでこのほら、タバコ会社に入ってきたくなるかっていうと、非常にね、安定してるからなんですよね。もちろんね、これね、日本でもそうなんですけども、なかなか潰れたりとかしないし、しかもね、河南省にあるとはいえ、給料が高いみたいなんですよね。もう簡単に、1万5000円とかになっちゃうのかな、給料がね。だからもう下手に、北京とか上海とかで大企業に勤めるより、こういうタバコ会社で、ね、1万5000元とか、ね、もらっていた方がずっと安定するよということで、北京とか、ね、武漢の、ね、超高学歴な人たちがね、高学歴って言っても、ね、中国の学歴なんで大して役にも立ちはしないんですけども、そういった、その中国の、ね、学歴が役に立たないからね、そういうとこ入っちゃうっていうのもね、あるんでしょうけどもね。で、それで結局入っちゃってね、安定すると。だから学歴必要な意味なくなってきてるんじゃないかと、そういうふうに言われてるんですよね。だから本当に下手したらね、何億円もかけて、マンション含めて、あと塾代で本当に2億円とかかけて、こういった大学に入れて、でそれで大学院まで出て、それでその1万5000元ぐらいの、またタバコ工場に入ってしまうと、そういった、ね、現象が起こっているという話ですね。もちろんね、彼ら、この後昇進あるんでしょうけどもね、ちょっとこの学歴の割にはあんまり必要ない状況になってきたなという話でした。はい、今日の、ね、この動画が、ね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローでよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。